方言、もう若いからそんな方言なんか喋れないと思うんですけど、方言いくつか喋ってもらってもいいですか。方言を喋って、方言を喋って、はい、知ってる方言じゃ教えてもらっても。あんま方言出ないです。そうですよね、はい。なんか逆にあの九州とか愛媛とか行ったりしてこう入った方言みたいなのってあります？なかなかそう。じゃあ喋ってもらうっていうのはちょっと難しいですよね。なかなか方言喋ってそうですよね、急にね振られてね。で今日あのヴァンフォーレ甲府大賞が山梨愛大賞なんですけれども、はい、京都に完全移籍した時にはどのような決意で完全移籍っていうことになったんでしょうか。まあ自身が、京都の一員として、J2 昇格に貢献するために、まあ、地元離れるのはやっぱり辛いことだし寂しいことでしたけど、まあ自分が J2 にレンタル行ってた時に監督をしていた方に誘っていただいて、まあ、自分の覚悟の気持ちも込めて完全移籍っていう形にはしてもらいました。そうなんですね。ヴァンフォーレというチーム以外で学んだこととか思ったこととかは何かありますか。まあ地元でプレーするっていう喜びだったり、やっぱりそれは特別なものがあります。そこは他のチーム行って、まあ、自分に対する期待だったり、そういう中でプレーする喜びやっぱり違うなと思います。現在の自分のサッカーにおけるスクロームポイントについてちょっと語っていただきたいんですけど、まあ、やっぱりゴールに直結する部分だと思うんで、あとは左足のキックの精度かなと思います。わかりました。じゃあ残りの試合に向けての意気込みを教えてください。まあ、目標がはっきり残留という形になって、まあ、何が何でも、J1 に残って J1 のチームだというのを改めて証明したいですし、まあ、自分が戻ってきて落とすわけにもいかないので、しっかり残り8試合ですね、チームに貢献できるように頑張りたいなと思います。山梨に戻ってきて、山梨がつくづくいいなって思った瞬間っていうか、そういう時ってなんか山梨やっぱいいなみたいな。まあ、やっぱり家族が近くにいるのがいいことだと思いますし、うんうん、まあ、育ってきたところなんで友達も、うんうん、はい、多く応援してくれるのがやっぱ嬉しいなと思います。そうなんですね。お子さんが生まれ、もう1歳にはまだなってないですよね。はい、1歳です。あ、1歳、はい、山梨での子育てはいかがですか。まあ、公園も多くて非常に子育てしやすい環境だなと思います。じゃあ、イクメンしていらっしゃるんですか。結構パパ、いや、まあ、ほぼ任せきり。あ、そうなんですね。将来一緒にサッカーするのが楽しみとかはありますか。まあ、できたらいいなと思います。あ、そうなんですね。でももう少しまだまだですね。やっぱサッカーはやってほしい。はい、まあ、子供がやりたいことやってくれるのが一番いいかなと思います。これから山梨のためにこれがしたいなと思っていることとかもしあったら。そうですね、まあ、もっと自分が活躍して、まあ、山梨県中の皆さんがヴァンフォーレにもっともっと夢中になって、スタジアム入れないぐらいの状況になって、まあ、新しいスタジアムができるってことで、まあ、早く実現して、まあ、もっともっといい環境で、サッカーが見る人もやってる人もよりサッカーを楽しめる環境を作っていけたらなと。すみません、最後にパルシステム山梨生活協同組合なんですけど、組合員の皆さんに一言カメラ目線でお願いしてもらえますか。あ、いつも、まあ、自分の家も頼んでるのでお世話になってます。はい、いつも美味しい食べ物を提供してくださってありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。